それでは時間になりましたので開催していきたいと思います。皆様、本日は国連ユニタールと国連ユニタール協会の共催による世界子どもの日に寄せた第6回 Ideas That Matters シリーズ、世界の子どもの貧困、今私たちができることをご参加いただきまして誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます国連ユニタール協会の島津と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、開催に先立ちまして国連訓練調査研究所ユニタール持続可能な繁栄局長兼広島事務所長の熊本美穂子より一言ご挨拶をさせていただきます。熊本所長、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。今ご紹介いただきました国連ユニタール持続可能な繁栄局長と広島事務所長を兼任しております熊本美穂子と申します。本日は皆さんご多忙の中本ウェビナーにご参加いただき本当にありがとうございます。国連ユニタールですが、本部をジュネーブに置いておりまして、発展途上国の方々を中心に平和や持続可能な開発といったさまざまな分野において研修を通じて人々を育てる活動を展開しております。広島事務所は2003年に設立されました。その国連ユニタールを支える組織として国内法人として国連ユニタール協会が昨年2019年の10月に設立されました。その後2020年2月に国連ユニタールと国連ユニタール協会は覚書を交わして本格的に活動を展開しております。国連ユニタール協会はユニタールの活動を皆さんにお伝えするとともに国内の皆様に還元をする活動を実施しております。でこのウェビナーもその活動の中心の一つとなっております。今日のウェビナーですが、世界の子どもの貧困、今私たちができることというタイトルで、国連ユニタール協会の理事をしてくださっている広島女学院大学学長の港明子先生を講師にお呼びしております。今日11月20日は世界子どもの日になります。子どもは安全な環境、教育、医療といったさまざまなサービスへのアクセスへの権利があるべきであり、子どもの権利の条約といったものも存在します。でもその一方で現実はまだまだ遠い状況にあります。例えば世界の子どもの5人に1人は最貧困状態にあります。また1億7000万人もの子どもが小学校に通っていない、そして2億5000万もの子どもが紛争国に住んでいるという厳しい状況にあります。そして私たちが今直面しているコロナは、子どもの教育、また医療へのアクセスといったさまざまなサービスに大きな影響を与え、子どもたちに大きな打撃を与えています。そういった問題、さまざまな問題に直面する中、今日は港先生からお話が聞けるのを私もとても楽しみにしておりました。港先生の略歴をご紹介差し上げたいと思います。1932年にお生まれになり、神戸市ご出身でいらっしゃいます。東京女子大学を卒業された後、フルブライト奨学生としてホイトン大学大学院に進まれました。NHK 教育テレビ英語会話中級講師としても活躍、ハーバード大学客員研究員、東京キリスト教大学の名誉教授などさまざまな仕事をされていらっしゃいます。そして東京女子大学教授学長、そして2014年より広島女学院、女学院大学の学長としてお仕事をされていらっしゃいます。また NPO 法人であるワールドビジョンジャパンの理事でもいらっしゃり、ホイントン大学から名誉博士号を授与されていらっしゃいます。そして瑞芳中受賞、ベスタロッチ教育賞、そしてここ最近中国文化賞を受賞されていらっしゃいます。港先生はもう私も本当に講師ともとも大変お世話になっていて、私が心から尊敬を差し上げているロールモデルでいらっしゃいます。私自身も先生のお話が聞けるのを本当に楽しみにしておりました。
それでは湊先生、今日はよろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました湊でございます。本日申し込まれた方々 の、 リストを先ほど見せていただきましたが、北から南まで、それからお若い方からお年寄りまでですね、年配者の方までたくさんの方々が申し込んでくださいました。心から御礼申し上げます。私の持ち時間は40分でございます。パワーポイント の映像が多いのでですね、私の話の中にパワーポイントの映像がたくさん多くございますので、すでに大学のチャペルで収録してまいりました。ですから最初の25分はその収録で講演させていただき、あとそれに続けて、補足しながらまとめさせていただきます。それではどうぞよろしくお願いいたします。本日はお招きありがとうございます。本来ですとどこかの会場でお話しすることになると思いますけれども、コロナのおかげで遠くの方も申し込んでおられるようで、皆さんとこうして一つの問題について考えることができ、心から感謝しています。どうぞよろしくお願いいたします。世界の子どもの貧困、今私たちにできることという題でお話しするように受けたまわっておりますので、皆様と共にこれからその点について考えたいと思います。私は今88歳を過ぎました。ということは戦前、戦中、戦後を生きてきた世代であります。だんだんこの世代の方々のお話を聞く機会が少なくなってまいりましたので、私は今回元気なうちに語らせていただきたいと思ってお引き受けさせていただきました。アウトラインに沿ってお話をさせていただきます。3つの点から今日はお話しいたします。まず第一に、31年前に途上国への責任を示されて、第二に、私の30年間の途上国支援から、最後に、何もかもはできなくても何かはきっとできる。この3点についてお話を進めさせていただきます。それではまず第一の、31年前に途上国への責任を示されてということについてです。私が世界の貧困の問題、アジアの女性たちへの問題に深い関心を持ち始めたのは、戦争体験者として一冊の本、アーネスト・ゴードンによるクワイ川収容所という書物に出会ってからです。アーネスト・ゴードンは第二次世界大戦にイギリス軍の陸軍青年将校として従軍し、シンガポールで日本軍の捕虜となりました。拷問と強制労働の中で、タイ・ビルマ、ビルマというのは現在のミャンマーですが、間の対面鉄道計画で日本軍により過酷な強制労働を強いられた方です。地獄と言われた日々の中で、キリスト教の愛に初めて触れたのです。同僚が収容所の垣根を越えて外に出、友を助けたばかりに死刑判決を受けました。死刑台に乗ったその時、その友はポケットから小さな聖書を出して、最後に一節を読んでから首を出し、と同時に日本兵は軍刀を下ろしました。戦争が終わり、その光景を目撃していたアーネスト・ゴードンはアメリカに渡り、神学校を出て牧師になりました。戦争中、日本は沖縄、広島、長崎をはじめ日本中で
大きな被害を受けました。私自身女学校の2年生だったその時に爆撃で頭に大怪我を負い、九死に一生を得て今があります。戦争中日本がアジアの国々に対して大きな犠牲を強いていたことは一般的にあまり知られておりません。私もあまり知りませんでした。しかし今から60年前に私たち家族はアメリカでの留学生活を終え、生後6ヶ月の長男と3人で帰国し、ICU のキャンパス内に住んでいた時に、同僚であった斉藤和明先生が桑井川収容所の話を何度も何度も聞かせてくださり、また翻訳もされました。1989年、今から31年前にシンガポールでアジアンカンファレンス・フォー・ウィメンが開催され、アジアの女性たちの会議ですが開催されました。私は日本代表として出席いたしました。1989年シンガポールで開催されたその会議で写真を撮ることになったんですね。で、私の周りに集まってくださったアジアの代表の方々は今写真にありますように少なかったんです。翌日、私は皆さんの前に立って戦争責任について語り、そしてまた皆さんの前に土下座して謝り、そして日本人である私と写真を撮ってくださったことに感謝しました。それがこの写真です。それから10年経ちました。それまでもずっと交流を続けました。10年後にもう一度私をメインスピーカーとして今度は呼ばれました。これがこの写真です。私の30年以上にわたる途上国支援活動の原点はここにあります。それでは私の30年間にわたる途上国支援活動についてお話をさせていただきます。たくさんお話ししたいことがありますが、次の2つの点からお話しいたします。まず第一に、ワールドビジョン国際理事として、ワールドビジョンジャパンの理事として、国際開発救援財団の理事として、第2番目に女子大学における途上国支援活動についてであります。では最初のワールドビジョンの働きについてお話をさせていただきます。ワールドビジョンはもともとアメリカの宣教師ボブ・ピアスという方によって、すべての人々に何もかもはできなくても誰かに何かはできるとの考えのもとに、1950年ボブ・ピアスによって始められた救援事業であります。1950年といえば日本はまだ占領下にありました。円も自由化されておりません。日本もワールドビジョンのお世話になりつつ復興していったんです。しかし1987年日本にワールドビジョンジャパンが設立されたんですね。そしてアジアの復興支援に貢献できる時がやってきました。19年度ワールドビジョンは世界全体で約2900億円で、ワールドビジョンジャパンでは約60億円で今活動するところまで成長させていただきました。それではワールドビジョンのミッションの内容について少しお話しさせていただきます。主な活動は開発援助です。チャイルドスポンサーシッププログラムです。今世界では340万人の子どもたちに支援をしております。
2番目に緊急人道支援です。3番目にアドボカシー、国内啓発活動であります。今日はチャイルズスポンサーに焦点を合わせてお話をさせていただきます。チャイルズスポンサーというのは一人に4500円を毎月納めて、そしてその4500円を集められたものを全て捧げて一人の人に行くのではないのですけれど、それを全て総合したもので、教育の支援、その地域の教育の支援、それから保健衛生、そして農業支援等を行う、これはプロジェクトであります。チャイルドスポンサーシップの後の図が出ておりますが、根っこのところに4500円と書いてあります。1人について4500円ずつ献金しますが、それを総合してそのようなプロジェクトが組まれ、今写真にあるようなプロジェクトが組まれております。1人で4500円出すのが大変という方もおありになると思いますが、5人、6人、7人、10人でもいいですね、集まって一人の子供、子供のためにというので献金してくださっても結構です。こういうプロジェクトですね。私は子育て時代は3人の子供がおりましたから、なかなか支援することができませんでしたので、一人の子供を支援してました。今はもう子供たちはみんな50代過ぎてしまいましたので、今2人の子供を支援させていただいております。でここにあるこの写真は一人の子供を支援しますと、その子からよく写真を送ってくださるんですね。またクリスマスカードも送ってくださいます。これは全部直接ではありません、オフィスを通って送ってくださるんですね。でクリスマスカードには折に触れ成長記録がずっと書いてあります。非常に楽しみにしてます。でお返事を書くこともできます。それからこの4500円はまだ子どもにだけにを通しての支援だけではなく、また国際オフィスでまた集計いたしまして、もっと大きなプロジェクトにもまた使われていきます。例えば内紛の後の復興であるとか、今ここに写真が出ておりますが、この写真はスリランカの写真ですが、お家を提供したり、それから赤ちゃんが寝れる場所を作ったり、そういうこともいたしております。先ほどもお話しいたしましたけれど、ワールドビジョンは世界全体では2900億円規模の活動をしていますので、国際会議が必要なんですね。日本だけがやってるわけではありません、国際。で私は6年間東アジア代表国際理事として世界13カ国を回っておりました。本部はロンドンにあります。で国際会議に毎回私は出席しておりました。この写真は国際会議の様子です。私の左はインド、その横はアフリカ、インドネシア、カナダ、アメリカ、イギリスと20数カ国の代表が一人ずつそこに座りますね。通訳はおりません。日本は遅れないように通訳がなくて議論ができる人材を起こさなければ、私はここに参加することができなくなるので、本当にそういう人材が次々に起こされることを願い、また祈ってます。紛争後の危険な場所に何度も私は行っております。先ほどもスリランカのお話をしましたが、この写真は紛争後のスリランカの、スリランカで国際理事会があった時の写真です。嬉しかったことがあります。本当に混乱の中にありつつもね、子どもたちが最高の清掃をしてと言ったらいいんでしょう、一番いいお洋服を着て、そして花を持って私を迎えてくれました。これがこの写真です。ワールドビジョンからはコンピューターを持ってきました。小さなコンピューターですが、
でそれを子どもたちが夢中になって勉強している姿も写してまいりましたので写真の中に入れさせていただきました。ワールドビジョンの国際理事をはじめトップの方々がはその各地のいろんな問題がありまた災害があった場合にそちらに飛んでいきます。日本で東日本大震災ありましたね。その時にはトップの方々がまず先に日本に飛んできてくださいました。そして多額の救援活動をしそしてまたオフィスも、東北に置いてたくさんの支援の活動をしてくださいました。その時の写真です。この赤いジャケットを着ているのが私です。それでは私の30年間の途上国支援の第2のテーマについてお話をさせていただきます。それは女子大学における途上国の支援活動であります。2点お話しいたします。5女子大学による途上国支援活動です。もう1点は広島女学院大学のカンボジアスタディツアーであります。まず最初に5女子大学における途上国の支援について少しご報告させていただきたいと思います。2002年にアフガニスタン女子教育支援そのコンソーシアムを5女子大学で立ち上げました。国立大学からはお茶の水女子大学、奈良女子大学、私立からは津田塾大学、日本女子大学、東京女子大学、この5女子大学が連携いたしまして、アフガニスタンの援助活動をスタートさせました。次に写真がこの5人並んだ写真があるんですがこれは私にとってはとっても記念すべき写真であると思います。5女子大学の学長が全員卒業生になった瞬間であります。この女性たちの学長が協力してそしてアフガニスタンの途上国の支援活動に当たったんですね。次の写真はアフガニスタンの子どもたちの教育に支援か援助金を送りまた私たちもそこに援助しまた向こうからも女性の教師たちが来てくださいまして本当に良い交流をすることができそしてまたこの子どもたちの中から大学に行く子どもたちも出てきました。そこまで5女子大学のコンソーシアムはコンタクトを持ちサポートしてきました。5女子大学コンソーシアムの報告会をしているのがこの写真です。で前に並んでいるのは5女子大学ですがここの並んでいる女性たちが6人いるんですよ。写真に出てます。そのお一人は緒方貞子さんです。緒方貞子さんがここに加わってくださいまして私たちのこのコンソーシアムを助けてください大きな働きをしてくださいました。緒方貞子さんと共に次々に語られる質問に答えているこの写真です。これが2人並んでいるところが私にとっては非常に責任が重いひとときでありましたが非常に感謝な時でした。活発な質問がありたくさんの方々がこのアフガニスタン援助また救援活動に関心を示してくださったことは非常に嬉しかったですね。女性が立ち上がることこれそして女性をサポートしていくことこのことが私の生涯のテーマです。広島女学院では途上国のフィールドワークを計画いたしました。写真にありますように広島女学院と
ワールドビジョンのコラボで行われた写真であります。今では本学ではワールドビジョンというとみんなが知っています。本当に嬉しいですね。こういうプロジェクトに学生たちが率先して加わってくださっている、このことに感謝しております。次の写真は広島女学院大学カンボジアスタディツアーの写真であります。赤いセーターを着ておられる方が音楽の宗教院長の沢村先生で、一緒に働いてくださっております。この先生がおられるからこそこのプロジェクトが進められる、非常に感謝しています。そして私がサポートしているチャイルドにも会ってきてくれました。でプログラムを普通のツアーではなくて、本当にこのチャイルドスポンサーの意味を知ることができるようなツアーを組んでおりまして、そこに沢村先生が全部連れて行ってくださっておりますので、本当に良いこのプロジェクトを私たちは持つことができております。またこれを支えてくださっているワールドビジョンに心から感謝しております。さてコロナ禍での開発途上国の状況について、国連児童基金ユニセフですね、一般に言われているユニセフは、私はユニセフでもずっと働いておりましたが、今大学とのことがありますので少しスリムにいたしまして、今はちょっと離れておりますが、このユニセフでも委員をさせていただいておりました。国連児童基金のユニセフは今年5月、新型コロナウイルスの拡大で今年末までに貧困に陥る子どもが最大で8600万人増えて6億7000人以上に上るという分析をまとめています。最後に、じゃあ何をしたらいいんだろうってこういうふうに考えておられる方もおられるかと思います。何もかもはできなくても何かはきっとできる。チャイルドスポンサーシップはチャイルドに直接、先ほども申し上げましたように送金するのではなく、地域全体に対する支援を行うように、地域とそこに住む人々の必要と課題を分析しながら支援活動を展開してまいります。こういう活動です。そこに何かの方法で関わることができます。ワールドビジョンの2019年度の世界における働きをまとめてみました。世界の学校に1000基の水設備を導入しています。340万人がきれいなお水を手に入れることができました。29カ国の食料支援を通して860万人、うち500万人が子どもなんですが、食べ物を売ることができたんですね。そして極度の栄養不良状態にあった13万6千人の子どもたちの 90% が治療を受けることができたんです。1人4500円、何人集まって、学生たちは何人か集まってサポートしてくださっている方がありますが、何人かお小遣いを集めて4500円でこれだけの方々の命を救うことができる。私たちが今何もかもはできないけれど何かはきっとできる。でこのプロジェクトに私は生涯、あとどのぐらい地上に置いていただけるか分かりませんが、地上に置いていただける限り私はサポートさせていただきたい。そしてコロナで今日本も大変ですが、もっと大変ですね。たくさんのことが必要になってまいります。そのほんの
一握りのちょっとのことでもいいから、何もかもはできないけど、その一端を担うことができる、この、プロジェクトに一人でもたくさんの方が、いろんな窓口があると思います。ユニセフがあり、ワールドビジョンがあり、いろんなことがあります。今国際ユニタールの理事として私は広島で選出されて加えさせていただきました。この度はオンラインでの講演に参加させていただき、心から感謝しております。また国連ユニタール理事として今年私は仲間に加えさせていただきましたことを心から感謝しています。どれだけお役に立てるか分かりませんけれど、これまでのワールドビジョンジャパン理事、国際理事、国際開発救援財団の理事としての経験、長い教育現場での経験を生かしながら、できる限りの協力をさせていただきたいと思います。新しい分野が開拓されることに期待をして、私の講演を終わらせていただきます。ありがとうございました。映像を通して世界との関わりについて、私のささやかな人生経験から語らせていただきました。最後に、それでは今日本に求められていることは何かについて、私のささやかな人生経験から問題提起をさせていただきたいと思います。ワールドビジョンの国際理事会が年に数回開催されます。30カ国以上の理事が集まります。で、支援活動方針、予算、決算などについてのいろいろ議論が行われます。またどの国も通訳をつけていないことを先ほどお話しいたしました。このような国際会議で議論が紛糾することがよくありました。その時、司会者であり、また理事長であった方は私の方をいつも向いて、 What do you think, Akiko? といつでもおっしゃるんですね。Akiko、どういうふうに思いますかと。で、この会話のがいつも私の方に向けられました。なぜって私はいつも思っておりましたが、私は国際理事会における日本の役割がだんだんに見えてまいりました。このような国際会議での紛糾の よくありましたときに、私はいろんなことを考えたんですね。で、その中で昔のことがずっと思い起こされてまいりました。1956年、今から64年も前になりますが、アメリカに留学したときにたくさんのことを学んだ。それが今生きてきていることを知りました。中でも西欧の方々が冷たいほど一人称がしっかりしていることにその時気がついたんですね。で、それは勝負を決める方法から気がつきました。アメリカで勝負を決める時にはトスザコインといって、ポーンとコインを投げて、表が出れば勝ち、裏が出れば負けなんです。ですから二元の世界です。二つしか勝負の決定法がなされないんです。で、これに対してその時感じたことは、日本ではトスザコインじゃないですよね、じゃんけんポンってするわけですよ。ですからグーはパーには、ま、負けるけれども、チョキには勝つと。そしてまだアイコでしょってやってるわけですね。時間がかかるんですよ。これは二元の世界ではなくて、私は三元の世界と言います。結論を出すのに時間がかかることにその時気がつきました。西欧社会に生活する中で、表か裏を明確にする、すなわちイエスかノーをはっきり表現する、この必要性について学んだんですね。で、私たち日本人にはみんなと一緒なら怖くない、みんなと一緒に渡れば怖くないという集団的意識構造があることを念頭に置くべきだと思っております。 If you say so,
I think such and such なんです。一人称が後から出てくる。これは国際会議にいつも出ながら、たくさんの方々と議論しながら、私は弱点に気がつきました。イエスかノーだけの世界では、もう一つの道を見つけることができない。これも欠点なんです。これは西欧側の欠点だと思います。日本側の欠点は集団的意識構造。西欧側の欠点はイエスかノーかだけで判断しようとする。ですから、先ほども申し上げましたように、司会者である理事長が何か混乱した、問題が百出したときに、What shall we do? 聞こうってこう私に振るんですね。ということは、もう一つの道を見つけてくれと、サジェスチョンしてくれと、このサインだったことに後で気がつきました。日本のじゃんけんは今申し上げたように三元の世界で時間がかかりますけれども、もう一つの道を見つける寛容さをそこに含んだ理念であることに気がつきました。国際的に活躍するためには、一人称で自分の意見を明確に表現し、責任は私が取るという覚悟がなければなりません。まあ、教育の現場でもそうです。それはブレない子、あっち向いて、集団的意識構造の中では必ずブレます。ブレない子を確立しないと、世界の中で責任を果たすことはできないということを30年間に私は学びました。必ずや、いつの日にか国際会議で活躍してくださる方がたくさん日本から出ると信じております。でそれではどのようにしたらね、ぶれない子になれるかっていうことなんです。これはとっても難しいことだと思います。ここが西欧文化との大きな違いがあることに私は気がつきました。で西欧文化ではね、やっぱりもし私が図表を書かせていただくならば、ここに今掲げている座標軸です。縦を日、横を温度と定めますと、何月何日何度かと必ず点を打つことができます。西欧文化はキリスト誕生から数えて今2020年と西暦が定められています。その上に西欧文化がこれまで刻まれてきました。キリスト教の文化、西欧の意識構造の根底には縦軸があるんですね。この縦軸です。横軸だけだと人間って書きます。人の間、私たちは人の間のものを考えるから集団的意識構造になるんです。横軸だけでは点打つことはできません。縦軸があって、初めて私たちは何月何日何度と決めたらそこに点を打つことができるように、私たちの意識構造においてもブレない子を確立することができます。その子が集まった集団で初めて私たちは多くの結果を残す仕事をすることができるんです。子が集まっての集団、日本は集団の中の子なんです。これを脱却する必要があります。縦軸がないところに私たちはぐらつきがあるということを覚えたいと思います。それでは最後にこの写真をお見せします。これはシスティーナ礼拝堂、これはローマですね。ローマのバチカンの宮殿の裏の方にあるシスティーナ礼拝堂です。でここはミケランジェロの絵が全部が描かれています。で天井に描かれているミケランジェロの絵ですが、右は、神、左はアダムなんですね。でその両方が指をこう合わせている絵が天井の一番上にあります。高い天井ですから、皆さん行かれた方が多いと思いますが、お気づきになってないと思います。指と指の間に1センチ空いてるんですね。
そのミケランジェロは人格形成における縦軸の重要性をこの1センチに表したと思います。ワールドビジョンの働きと女子大学におけるアフガニスタンの支援活動などについて先ほど説明させていただきました。現地ではワールドビジョンもユニセフも国際ユニタールも宗教を超えて活動が展開されています。私は一人のキリスト者として民族を超えて性を超えて階級を超えて世界平和のために残る生涯を捧げたいと願っております。どの国の人でも怪我をすれば同じように赤い血が流れるんです。すべて一つに地球儀の中に住む私たちが憎しみを超えて一つになることができる日が来ることを心から望んでいます。私は今広島にいることにいろんな意味で人生の総決算をするために感謝しています。戦前戦中戦後を生き抜き88歳を超えた私がこの広島で今なお苦しみの中にあるアジアアフリカの友を覚えて講演させていただきましたことには深い意味があると感じております。本日は国連ユニタールの講演にご参加させていただき誠にありがたく存じております。そしてまた遠くからまた近くからでしょうか、でもこの、カメラでは一つですよね。今日この講演に参加してくださったお一人お一人に心から感謝し、これからの平和のために手をつないでまいりましょう。ありがとうございました。港先生、素晴らしいご講演本当にありがとうございました。ですね、ここで皆様、港先生にご質問のある方がいらっしゃれば、下の方にあるチャットボックスの方に質問の方を書き込んでいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。で、今ですね、一つ質問が早速来ています。港先生、本当に多くの途上国で、様々な体験をされてきていると思いますが、その中で一番忘れられないこと、一番印象に残っているような出来事などがあれば、一つ教えていただけないでしょうかということです。はい、たくさんありますが、先ほどもお話しさせていただきましたけれど、私は自分が爆弾で大きな怪我をし、そしてそこから立ち上がってきた人間ですが、日本がアジアに本当に大きな爆撃、いろいろなことでたくさんの方が亡くなっておられるということを知った時ですね。でその時に写真でお見せしましたけれど、一緒に写真に集まってこられなかった、その時の私の悲しみっていうのは非常に大きかったし、また悲しいとか嬉しいとかそういう感覚ではなくて責任をものすごく感じたんです。広島に来てもちろん原爆はやってなくさなければいけません。しかしながら私たちのやってしまったことについても反省が伴う必要があると深く感じています。ありがとうございました。次の質問です。子どもたちがワールドビジョンからのパソコンを使っている写真が印象に残っています。貧困や紛争などで、教育機会が十分にアクセスできない子どもたちがより教育の恩恵を受けられるようにするため、どういう活動が重要になるとお考えでしょうか。はい、これはやはりまず教育を受ける前に生活ができる環境を作る必要があります。食事を毎食いただけない、それから何時間もかかって頭にバケツを乗せてお水を汲みに行っている女の子たちもたくさんいるんです。
私は そういう子どもたちにも会ってきました。ですから日本はコロナで今大変だ大変だと思っておりますけれど、これ想像のつかないこの状況がアジアアフリカの今現状です。今日本で例えば東京で昨日は何百人、今日は何百人とこの数が出てまいりますけれど、アフリカで人口が何人いるかも全部数えられてないぐらいですから、何人患者が出たかは発表されていませんでしょう、アフリカの場合は。でそれは数えられないからなんです。涙が出るほどたくさんの人たちが毎日命がなくなっているということで、そこをまず援助したいですね、みんなで。そしてこれはどうしてこんなに落差ができてしまったかということを私たちは反省しなきゃいけないと思ってるんですね。でただお金を集めて送ればいいというのではなくて、心も送りたい、心も一緒に送って一緒に手をつないで、地球儀が本当にみんなが呼吸でき、そして食べ物も十分与えられるような環境を作っていかなければならない。砂漠にたくさんの木を植えて、今緑、砂漠が緑に変わりましたよ、ケニアの。だそういう活動もやってますね。私たち知らないことが多すぎるんです。もっと知りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次の質問です。国際協力業界を目指す学生です。素晴らしいご講演ありがとうございました。国際協力業界を目指している学生なのですが、そんな私初心者なのですが、まず始めるべきことは何でしょうか。それはやはり心の問題とかいろいろな本はいろいろ書いてありますが、まずね、言葉ができないとどうにもなりません。ですから日本語と同じだけ英語が喋れるように、英語で話せるように。私はもう年を取ったのでなかなかもうついていけなくなりましたけれど、読み書きそろばんと日本語だって言ったんですから、やはり円とそれからドルがピンピンとか頭に来ないんですよね。私それをノートに書いてすぐ転換できるように訓練もしました。それから言葉です。まず自分の意見を言うことは簡単です。知っている言葉だけ合わせればブロークンイングリッシュだって大丈夫、通じるんです。でも反論された時にもう一遍返すためには、反論の内容が分かる、反論か賛成か分かりませんが、相手のおっしゃっておられることを咀嚼できなければこちらから今度言葉を返すことができないんです。ですから聞くことができれば喋れるんです。これは NHK の英語会話中級の時にしょっちゅうこの質問が来ました。どうやったら話せるようになりますか。いいえ、話せるのは聞けたら話せる。ですからどうぞ日本語と同じようにこの聞けるように。そのためには今はいいですね、たくさん教材がありますから、それを何遍も何遍も何遍も暗記することです。そして暗記した後でもう一遍聞くんです。そうしたら完全に分かります。そうしたら議論できる英語になる。よろしくお願いします。若い方よろしくお願いします。ありがとうございます。どんどんもう質問が続々と来ております。先生が支援をされる上で何を大切に、どんなお気持ちで活動なさっておられますか。それはですね、なんかどんな思いで、これはかわいそうとかそういう思いは一切ありません。聖書の中にユダヤ人もなくギリシャ人もなく奴隷もなく男も女もなくというこういう箇所があるんですけれどね、世界のどこの国の人も、富のある国も富のない国、神様が作ってくださった大切な人格です。ですからどんな人でも私は大事、本当にとても大事、
な人としてお付き合いをしてます、はい、ありがとうございます。湊先生、貴重な講演をありがとうございました。質問なのですが、湊先生はどうやって進路、自分のやりたいことを見つけられたのかお聞きしたいです。よろしくお願いします。あ、それは話せば長くなるので短くいたしますが、私の父は医者だったもんですから、私は医学部に行きたくて、お医者さんになりたかったんですね。そしてでも頭に大怪我があったために、ものすごいめまいが、一生めまいと戦ってます。ですからめまいがあると医者になれないので、医学部まで、神戸大学の医学部まで何遍も父は連れてってくれたんですが、ダメになりました。受けるのをやめました。さてどこ行っていいか全然わかりませんでした。そこで姉がいた東京女子大を受けました。で、東京女子大を受けたんですが、4年生大学と短期大学と両方ありまして、その当時は短期大学の方が難しかったんですね。まあ、倍率が高かった。でも今だったら電気ストーブもあるし何もかもあります。冷蔵庫もない時代ですから、多ドンって練炭、今自殺に使うんですか、練炭をいっぱい炊いてくださったので、一酸化炭素中毒になって、私は受験できませんでした。4年生大学の方は受験できませんでした。当然行けません。2日後にあった短期大学に入りました。これが人生を決めたんですね。語学を勉強しました。一級のタイピストの一級も1年生で取りました。これが今の全ての仕事の原点になってます。そしてその英語を勉強している間に、英語を使って学問をしたいと思ったんですね。これが西欧の歴史です。で、そういう中で勉強して、ですから失敗はという言葉はないんです。皆さんいろんなことで失敗したと思われるかもしれないけれど、一つ失敗ではなくて、それは次の成功への一歩なんです。ですから私はそこで英語科に入ったために今日があると思ってます。だから今そういういろんな悩みがあると思いますけれど、私の人生までまだ半世紀以上あると思います。皆さんのでその間にいろんな道がこう開かれますね。すべてのこと相働きて益となるという言葉が好きなんです。すべてのことは失敗じゃなくて働いて人生の益となる、これを覚えて希望を持って進み、そして世界でいろいろ活躍する、活躍というか名誉のためではなくね、その貧困のために支えになっていただければ感謝です。その頃私は天のどっかで感謝しながら見てるでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。次の質問です。コロナにより途上国では以前より苦しい生活をせざるを得ない状況になっていると思います。またコロナ禍で先進国との差が大きくなったように感じます。彼らには今何が必要で、彼は何を求めているのでしょうか。私は今コロナの方々のところに行ってお会いしてないので、何を求めているのでしょうか、パチッと答えられることはない、できないかもしれませんけれど、今までと同じことを求めておられると思います。少しの援助も彼らにとっては、皆さんにとっては大きな援助ですね。私たちは時も、日本がコロナで大変です、アメリカも大変です。でも私たちにもし心があるなら、そのことを覚えて今までと同じようにスポンサーシップをやめないで支えていただきたいと思います。ありがとうございます。心に響くご講演ありがとうございました。若い世代の人にできることはありますか。何が若い世代に求められているとお考えですか。そうですね、さっき具体的なことでは、まず言葉ができるようにしておくこと、
1カ国語でなくて2カ国語ぐらいできるようにこれからの世界はやっておけばいいと思いますね。それがもう外面的なことですね。でも自分だけでなくてやっぱり周りに心を砕くそういう心の大きさが欲しい。そして集団的意識構造って私言いましたけれど、誰かさんが何か言ったからってすぐこう萎えてしまわないで、いいじゃないですか、他の人が私のこと何か言っても私は正しいことをしとるのであれば自信を持ってその道を行くということですね。で、失敗はないんです。人生に失敗っていうのはないんです。次の道を選ぶ土台なんですね。ですから山に迷った時に尾根を行ったら絶対遭難するじゃないですか。一遍降りていいですか、一遍降りるんですよ。そして次の道から登れば頂上に行くんです、必ず。ですから労力を惜しむなということを若い方に言いたい。これだけやってしんどい、そして大変だ、家にばっかりいなきゃいけない、その感謝だと思います。家に、私家に行ったら嬉しいです。今一生懸命本書いてますけれど、ですからあることに対して感謝することですね。それは食べるものもなく水もなく戦っているアフリカの方々、そしてアジアのそんなまた方々もたくさんいます。その方々のことを覚えたら、お水もある、あったかくしようと思ったらある、そういろいろやっぱりね、ないないと思ってもあるんです。ですからそのことに感謝して今日毎日を積み重ねていっていただきたいと思います。人生は今日の積み重ねです。人生は白地図です。初めから地図はありません。これをやってあれをやってあれをやって成功するんじゃないんです。私みたいに88年の人生、ものすごくたくさんいろんなことを苦労してきました。今振り返って、ああ私の人生はこうだったと思います。白地図にあなたの素晴らしい尊いですね、人生をの地図を書いていただきたいと願って読みません。ありがとうございます。ありがとうございます。時間がなくなってきましたけれども、まだもう少し、お願いしたいと思います。子どもへの支援、子どもを含めて支援を行うときに一番忘れてならないことは何だとお考えでしょうか。そうですか。余ったお金を捧げるのではなくて、私はね、なんていうかしら、同じ例えば4500円を銀行から今引き落としになってるんですが、私は銀行の引き落としをされたところに毎回通帳にアンダーラインをしてます。それは私の 手からこう行くわけじゃないんですけれど、でもそこにどうぞこの4500円が世界の子どもの命を助けるために使ってくださいっていう意味で付け込みをした後に、私は必ずそこにそういう祈りを込めてアンダーラインをしてます。ですから、ただ捧げるっていうのではなくて、心もそこに一緒に行くっていう、そういう気持ちがやはりスポンサーとしても長続きすることができるでしょうし、見えない形で子どもに通じていると思います。うん。